捨て仮名は日本語の表記において、あに対する、あのように小技で表される仮名を指す。元来は印刷用語である。小書き文字などとも言う。用音と即音を表現する場合と、送り仮名添え仮名であることを明示する場合に用いられる。捨て仮名の語は、小書きの仮名がボディサイズを小さく取った、仮名書体という別のものを指すことから使用されている。一般に、 その前の文字の右下に連なるように書くため、縦書きでは右により、さらにマス目がある場合には上に寄せる。また、横書きでは下に寄せ、マス目がある場合には左に寄せる。専用の活字が用いられるのは、あゆえやゆよはかけあゆえかがす、やゆよはである。また、実漢字コードには含まれないが、なども使われる。なお、印刷において、 ルビには捨て仮名を使わないのが本来であるが、ワードプロセッサーやコンピューター組版では捨て仮名を使うことが多くなっている。直前の仮名と2文字で、用音、またはそれに類する一網羅を表す。2文字目の捨て仮名に使われるのは、あ行、や行、和行のいずれかで、1文字目のシーンの発音と2文字目の発音を組み合わせたものに近い発音になる。 1938年の利権ビタミンの広告。ビタミンの「イが捨て仮名で表記されていた。送り仮名添え仮名としては古くから用いられた。陽音類、即音に対して使われるようになったのは近代開洋であったが、主に外来語に限定された。和語と漢語にも使われるようになったのは第二次大戦語である。現代仮名遣いで初めて正式に規定され。 カタカナに関しては早く用いられるようになったが、一般にひらがなにも使われるようになったのは、昭和30年代以降である。特に法令、公文書ではその後もひらがなの捨てがなは用いられず、1988年の法令における用音及び即音に用いる、いや、ゆ、よ、つの表記について、以降初めて用いられるようになった。ありがとうございます。